断食を加えることで血糖値を下げたり肝臓の機能を回復させたり、さらには寿命を延ばすというところまで効果が現れるということが分かりました。研究グループにとっても意外な結果みたいで、カロリー制限をするだけでは不十分だというところで、断食についてもっと知るべきだっていうような結論を述べています。こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。今日も動画を始めたいと思います。今日は断食のメリットについて論文が一つ発表されてまして、ちょっと興味深い研究だなと思ったのでご紹介したいと思います。これ動物実験なんですけれども、これマウスをですね、カロリー制限する場合とカロリー制限に断食を加える場合っていうのを組み合わせて断食の効果を検証するという研究なんですね。結論から言うと、カロリー制限をするだけでは健康への効果はあんまり現れなくて、断食を組み合わせることで初めて健康への効果が現れるという、そういう報告だったんです。最近プチ断食っていう言葉もありますけれども、海外でもインターミテッドファスティングといって週の2日だけ食べ物を食べない日を設けるとか、夜間だけ食べ物を食べないっていうような方法で断食をして、でそれによって体重を減らすダイエットをするっていう方法が比較的人気になっていて、実践している方もいるかもしれません。結構健康への効果が出てくるということが分かってきていまして、例えば血糖値を改善して糖尿病を防ぐというようなことだとか、体重を減らすとかということに効果的だということが言われてきています。これ動物の実験でもこういった効果が証明されてきていまして、体重の減少、血糖値のコントロールのほか、あと寿命を伸ばすということも分かってきています。でそういうのも受けて、今回の研究グループはカロリー制限をするっていうことと、カロリー制限に断食を加えるということで、その効果を検証してみました。断食を加えることで血糖値を下げたり肝臓の機能を回復させたり、さらには寿命を延ばすというところまで効果が現れるということが分かりました。逆に言うと、カロリー制限だけではそういう効果が現れなくって、どうもこれ断食によって何かスイッチみたいなものが入るんじゃないかということを報告しています。今回の研究では食べる量を減らすことで血糖値は下がるってことはあったんですけれども、脂肪年齢については断食をした場合よりも早くて8ヶ月早く死んでしまうというような、そういう結果になっていました。研究グループにとっても意外な結果みたいで、カロリー制限をするだけでは不十分だというところで、断食についてもっと知るべきだっていうような結論を述べています。断食の人への研究は、これ動物実験よりももっと複雑になると思うので、これ本当に断食がいいのかどうかっていうことは、これもっと研究をしないとわからない面もあるのかなというふうに思います。まあ、とはいえインターミテッドファスティングなどをやってる人もいますので、研究途上っていうことも踏まえて、まあ、慎重に取り組むっていうことが必要なのかなというふうに思いました。今日の動画は以上です。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆様の評価がとても参考になりますので、高評価、低評価、どちらでも構いませんので、この下のボタンを押していただければと思います。またコメントもよろしければ残していただければ幸いです。どうもありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。